よろしくお願いします。毎度です。また日野井さんが来てます。どうも。今日はよくドキドキドローイングで頼まれてるのがそのアナトミーっていう解剖学動画作って欲しがってるんですけど、この前にそのソタイ君っていうものを紹介しました。で、はいはい、ソタイ君を作ればいいっていう動画でしたが、なかなかソタイ君の作り方がわからない人のためにもう少し詳しくなんか作り方の話できたらいいなと思ってます。初めて絵描きするときに先に顔の丸を描いて、首を描いて、体がこういう大きさ、足の間にギャップがないとかある方がいいとか、あと体の基本の形はどうなってるか、まあ腕がここからこうなる、それともこうなるか、こういうところで困って、なんかもちろんこういうような素体君をベースにしたらどんなキャラクターになるか、なんかもっと普通の人間、大人キャラクター作りたかったら、これはどうやって簡単に改造できますか？まあそのポーズに合わせていろいろ行き当たりばったりでこうした方がね、様になってるんじゃないかとか考えながら。そうですね。じゃあ例えば普通にカメラを見て手が両方こういう感じで列に待っている感じで、これを改造するヒント。まあ正面から見るとしたら、はい、先には腰の位置を決めました。まあ大体ですけどね。大体。じゃあ途中なんですけど、その、私が描いた四角よりも、なんかウエストのところに少し入っ、なんかこういう形になるのが一つの改造なのかな。そうですね。背筋の、ね、前の方でも見える、このラインとウエストと腰骨ですよね、ここ腰骨。なるほど。じゃあそういうなんか3つのところを見つけられたらもっと作りやすくなる。で、股のところでそのギャップが出るのか、それはその人のなんかももの太さで変わりますか？まあ肉のつき方にもよるんですけど、普通に考えるとまあここの隙間は開けといた方がそれらしく見えますよね。まあ筋肉がこんな感じにね走ってれたりするから、それを意識しながらこう描くのもいいし、もう素体くんだからスッスッって1分でまとめちゃうのもいいし、腕の生え際なんですけど、うまく描けないときはこういう風にここに丸を作ってここを起点に伸びるようにすれば結構それっぽく。じゃあちょっと困ってる人、ヒントとして先にこの丸を使ってああいうところから腕が曲がれるよう、まあ、慣れないと結構ここの肩の関節が内側に入り込んだり窮屈な体格になっちゃったりするし。角度がついてる絵を描く場合はちょっと筋肉を意識しながら、まあこんなとこですかね。なるほど。肩のところとその肘とその手、そういうところで丸を使ってなんか位置決めたらもっと構図作りなやすいですね。まあ自分の場合結構この鎖骨の位置を決めることでね、周りに広げやすいイメージができるんですけど。なるほど。そうですね。じゃあ鎖骨はちょっとヒントになる位置と僧帽筋、これもヒントになるポイント、あとは肩、体格いろいろあるけど、まあ基本としては、ね、丸を描いて整えれば、でこの胸の筋肉とこの肩の筋肉をさっさっと描けばそれっぽく形がまとまってくるんで、あと気をつけているのが手首のね、ここの部分結構骨がね出てるでしょ。
確かにね、ここを書いておくと それっぽく見えるんで。そうね、結構出っ張りますね。ポーズをつけるとき、これはただ単に突っ立ってるだけなんですけど、はい、上から見て腰がこうあるじゃないですか、真上から見て。人間の体はどれくらい上半身曲がるかっていうと、90度なんて、曲がるのはねロボットでしかありえないんで、せいぜい45度。あ、ここが限界と思って作画した方が自然なポーズになるんで。あ、なるほど、じゃあ例えばその話でよくあるポーズですが、そのキャラクターがなんかビーチ行って、こうやってなんか腰こういう風に書いて、なんかこうやって体がひねってるようなポーズよくありますね。ああ。これはまだあり得るんですけど、そうそう、そういうような、まあこんな感じですよね。じゃあできれば90度にならないような。そうですね、まあ45度。45度、これに合わせて、でさらに上半身、まあこれ肩ありますよね、はい、この上に首が乗っかってるんですけど、はい、首も90度回るのはそうそうありえないんで自分でやってみれば分かると思うんですけど、せいぜいこの角度ですかね。ここまで曲げると本当に限界に近いんで、そう、ね、まあロボットだったらねぐるぐる回るんでしょうけど人間の体はここら辺が限界みたいなんで、ね、ああ、じゃあ結構動けるんだけど、やっぱり90度になるとすごい不自然ですね。そうですね、まあ各関節を少しずつ回しながら複雑なポーズを取っていってるのが現状なんで。あ、上半身が45度は限界で、首はプラスで65度とか、そんな何度ぐらいになるんですかねこれさあね、っていうのが大事なのが、 不自然に見えたら、まあ書き直せばいいか、まあそれにキャラクターはそれぞれ動きやすさ、運動によるかな、こういう風に理解しておけば、この手 の首が細くて頭がでかいキャラはかわせると思うんで、鎖骨のあたりもこういう風にして表現するとそれっぽく見えるんで、こういう描き方を覚えておくといいですよあ、やっぱり胸から肩までその筋肉がつないでるから、その筋肉が上に来るんですね。そうですね。